k マンはアメリカ合衆国でアメリカ軍のエンラッペ計画に応じて開発された六輪駆動の双輪式対地来装甲車である。k マンはアメリカ海兵隊で計画された対地来防護性能を持った装甲車の開発、取得計画であるエンラッペプログラムに応じ、スチュワートスティーブンソン社によって開発された双輪式装甲車で、 走行化され V 字型車体の底面を持つキャブ及び、兵員室を採用している。開発のベースとなったのは、同じく、スチュワートスティーブンソン社によって開発された、アメリカ軍の中型軍用トラックである、FMTV と、その走行化キャブとして開発された、エルサックであり、K マンのシャーシ部分やサスペンション構造などは、FMTV との互換性を維持して設計されている。 元になった FMTV はアメリカ軍の軍用トラックとしては珍しくキャブオーバー型の車両であるが K マンはボンネットトラック型の車両として開発されている。しかしながら車両全体の部品点数で言えば85%の部品互換性が維持されている。FMTV と同様に空気圧自動調整システムや ABS も標準装備されている。 スチュワートスティーブンソン社の軍用車両部門は、ケーマンの開発中にあたる時期に、アーマーホールディングス社に吸収された。アーマーホールディングス社は、同時期に、ハンビーの走行車体パッケージを開発した、オガラヘスアイゼンハート社、複合走行に使用される、長軽量ポリエチレン繊維を開発していた、インテグレーテッドテキスタイルシステムズ社も、同時期に参加に用しており、 これらの会社の持っていた技術も k m マンの開発に生かされた。2007年に k m マンはアメリカ軍による試験をクリアし、正式採用されることになった。約1200両の k m マンがアメリカ海兵隊及びアメリカ海軍から発注された。同じ年にアーマーホールディングス社はベイシステムズ社の参加となり、k m マンはベイシステムズランド アーマメンツ社の製品として供給されることとなった。その後、トータルで約2800両以上のケマンが生産された。その後、井戸の脅威の増大などから、さらなる防御性能が求められ、兵員質量をサイドに、中空式の増加装甲を装着した、ケマンプラスも開発され、2009年頃には、実戦投入されている。また、44輪駆動の車体に、短縮した。 平因室を搭載したケイマンライトと呼ばれるタイプも開発された。2010年には1700両のケイマンをケイマン MTV と呼ばれるバージョンアップ型に回収する契約が行われた。この回収は走行車体の強化、エンジン、サスペンション、シャーシフレームの強化など車両全体に設計変更を行う大規模なものとなっている。ケ m マンはアメリカ軍だけでなく アメリカ国内警察のスワット部隊などでも運用されるようになった。また変わったところでは2013年よりアメリカ航空宇宙局でも M113 装甲兵員輸送車の後継となる事故発生時の緊急対比用車両として採用されているアメリカ合衆国アラブ市長国連邦。ありがとうございます。